はい、質問ありがとうございます。この時間も通しても方法は、さらに謎の精神法を新たなお答えになりたいところ、その気遣いの方へご賞味してお聞きください。ゲストの皆によって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、第1章のあれはですね、要するに、まあ、旧約と新約の関係ですね、特にあの旧約聖書はですね、ラッドの本に書いてあるようにね、やっぱりイスラエル民族を中心に書いてあるんですよ、これは、ね、でだからこの旧約を軸にして解釈しなければならないのであれば、ディスペンセーション主義は正しいんです、これは。しかしですね、人たちはですね、人たちはイエス・キリストの、ね、十字架の御業、人を見つかると昇天、聖霊する。そのキリストの人格と御業を軸に、旧約を霊的本質的に解釈しているというね。ここがまあ言ったら、だから聖書を神に、の霊感に書かれた曖昧な神の言葉だというね、中身が問題なんですよ。要するに旧約を軸にして解釈すべき形で、そういうふうに神の言葉性を受け取るのか、それともですね、この新約の人たちの視点ね、イエス・キリストを中心に旧約を再解釈するのかね、このまま言ったら2つの対照的な解釈法があるということは知っておいた方がいい。まあ、選択されるのは皆さんですからね。そして皆さんの背景は大体この旧約のユダヤ民族主義を軸とした解釈というのが非常に、まあ、多いと思います。で、私の団体でもそうでした。だから私がこの本からですね、こういう話し始めた時は牧師会理事会から警告を受けたんです。なんちゅう勝手なこと言うんやというね。しかし、まあ、あれからもうね、まあ、10年は経ちましたけど、まあ、かなり変わりました。ほとんどの人がニュートラルに2つあってね。で、こうして風緑のようにね、強い風が吹くときはふーっとこうやって、ね、みんな上手にね、批判を交わしながら生きてはるという。だから、まあ、牧師の顔色を見ながらね、牧師が変わったら変わるのかなってね。まあいろいろ知恵がいるんですよ。クビになったらいかんしね、村八分になってもいかないからね。ただこの2つの解釈はあるいうことだけ覚えておいてください。皆さんはまあそれを生涯、ね、の中でいろいろ聖書を、ね、解釈し続けて、ね、旗色を鮮明せずに中身で正しい解釈をね、完成していかれたらいいと思う。私はやっぱり思想的聖書解釈というのは本当に素晴らしいです。福音ですよ、これはね。自由って言われた人にあるよね。その自由をね、奪い取られて奴隷になっていけない、ね、だからこういうラッドの解釈を確認すればですね、キリスト教シオニズムのようないろんな集会やセミナーに、ね、全然影響されなくなるんですよ。それでなんか翻弄されますよ。ディスペンセーション主義っていうのはね、キリスト教シオニズムの神学的基盤ですからね。アメリカでものすごい流行してるんですよ。だからもうこれからね、私はまあ今はもうネタニヤフさん中心にね、イスラエルもすごく右傾化してね、ナショナリズムが煽られてるんですよ。それに煽られてアメリカのキリスト教シオニズムもものすごく前から盛んになってるね。でその影響が日本の風が吹いてるね。でいろんな先生方が今ね、そこから派遣されてね、活躍してるんですよ。で全体を見たらですね、非常に危ないということが分かるんですよ。しかしもうそこだけ見るとですね、なんかもうものすごいね、イスラエルを軸とした聖書会社、まるで高速道路ね、何かこう突っ走るような聖書会社、聖書が全部スパッと分かるようになる。でこう訴えるんですけどね、人たちからの視点から言わせればね、グレーゾーンのレッドゾーンをですね、暴走している暴走族のように見えるんですよね。だからそういう何かを識別するためにこのラッドの一生は必要なんだね。
まあ、ディスペンセーションの人でも今は本当に中身が多様なんでね。だから、ものすごく内容的には健全な人結構増えてます、ね。ただ、原点、ね、原則的なこと、ね、ここをですね、私たちはよく確認しておかないとね、また古い病気が、なんていうか、ね、発生してくるというね、ということですね。で、第2章ですね、イスラエルについてはどうか、ね、でこれはですね、このイスラエルと教会、ね、まあ、いわば教会論ですよ、これはね。で、聖書解釈法が、ね、このイスラエルと教会でどのように、ね、こう影響しているか、ね、ということですね。で、旧約聖書はですね、いろんな形でね、アモス書とかホセア書とかですね、エゼキエル書とかでいっぱい何かこう、エレミア書とかね、イスラエル民族に対する予言がいっぱいあるんですよ。ね、しかしですね、このね、ことは一体何を指すのかバラ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 してるね。ね。で、イエス・キリストが現れた、ね、この、苦難のしもべとしての生涯を、そしてこの全部罪を背負ってね、非常にこう霊的なね、この支配権をね、天上に、この上げられて確立されて、そしてそれがですね、千年王国神殿神域の方においてですね、この完全な形で実現していくというね、そういうまあ言ったら形で旧約がですね、こう再解釈されてね、だからこの旧約聖書ね、旧約の意味、OT の意味ね、そして、新約のね解釈ね、ね、ここに間にあるものをですね、私たちはよくね、汲み取らないといけないね。でここでですね、2章の24ページに書いてありますようにですね、旧約聖書は、ね、3行目にイスラエルの未来における救いを見ている、ね、うん、まあ、だから旧約だけを見るとですね、もうディスペンセーションなんです、これは、ね、イスラエル民族が中心である、イスラエル民族の救いと、そしてこの民族的作の完成が書かれている、ね、しかしですね、新約は、ね、どうなのか、ね、だからこの、ね、イスラエル、ね、だからこのディスペンセーションではですね、この千年王国神殿神地、ね、千年、特に千年王国のですね、この旧約のこの予言ね、予言がですね、ここで成就するとこう見るわけですね。ここはですね、非常にユダヤ人的ね、民族的イスラエルの完成ね。で、人たちはそう解釈しているのかということですよね。それともですね、このラッドが第一章で示したようにね、旧約の、ね、予言、確かにそういう予言があるとね、ここまで一緒なんですよね。しかしその予言はですね、そのこの本質ね、霊的宝石なものであってね、これはですね、このキリストのね、十字架の御業、そして昇天、聖霊の注ぎね、そしてユダヤ人、もうそこにはユダヤ人も異邦人もないね、この肉のイスラエルがイスラエルなのではなくね、この信仰のイスラエル、霊的本質的なアブラハムの復活信仰と大事な食材信仰を持った、ね、そのね、信仰の実質を持ったものが本当の神の民であると、ね、でこういう形でですね、だからよくまあ地間神学とか言ってね、置き換えるというね、イスラエルと教会、それはですね、根本的に言葉がおかしいんですよ、ユダヤ人民族的イスラエルを目的化したこういうまあ捉え方と、もう一つはですね、霊的
霊的本質的イスラエルね。ね、ユダヤ人が全部救われるんじゃないんですよね。そうじゃない、ユダヤ人の中のアブラハムの復活信仰、ダビデの食材信仰、本当に私たちと同じ信仰を持った、ね、彼らが本当のイスラエル、ね、だからこのヨハネ儲けるからでしょ、ね、ユダヤ人と言いながら実はこう偽ユダヤ人と、うん、つまり民族的にはイスラエルなんだけど、血縁的にイスラエルなんだけども、ね、割礼や律法を守ってるだけでですね、クリスチャン迫害し、ね、アブラハムの復活信仰、ダビデの食材信仰からの遠慮いいユダヤ人はですね、これは偽ユダヤ人だとね、このヨハネは書いてるわけです。だからパウロもローマ9章10章11章でね、このね、イスラエルが必ずしもイスラエルでないと、ね、要するに民族的イスラエルがね、あのイスラエルじゃない、霊的本質的、だからこのね、この民族的イスラエルの中のですね、この霊的本質ね、霊的本質ね、これはですね、常に表裏一体なんですよ、こう選民性というのはね。だから神様の選びというのはですね、選びはね、あのその血縁的なもの、ね、あるいはこの民族的なものを超えてね、本質的なんですよ、ね、そのことをですね、そのことが旧約ではおぼろげであったけども、ね、新約で非常に明確化されてるね。そしてこの完成感ね、だからこのまあ、あの後から出てきますけども、ね、旧約の中の予言にはですね、いろいろなことを書いてあるね。最近では第三神殿どうのこうのようなこともね、いろいろありますけどね、そんなはですね、もうどういうか普通の聖書解釈の世界でもガセネタの世界なんですね。だから映画なんかでもね、そんなのが取り上げられる小説とかね、いろいろありますけどね。だから なんていうか、もうあの明石一丸神社の話と一緒でね、もうなんていうか、もうちょっとなんかこうね、口にするのもはばかられるというね、だけどもそれがですね、非常になんか聖書的なものの感のようにね、こう煽られてね、いろいろされるというね。でまあイスラエル の, まあ国ね、忘れてきたからね、イスラエルの国ね、そして、まあ、首都エルサレムね、エルサレム、そして、まあ、神殿ね、これはまあキリスト教シオニズムの、まあ、目標なんですけども、もう国は回復されたね、イスラエル、そしてエルサレムの首都になったとね、イスラエルではね、受け入れない国多いですけど、だとまあ丘にですね、イスラムのドームのが壊されてですね、まあ、神殿が建てられることになると、だからキリストが再臨されるというね、まあ、こういう、まあ、彼らの中のプログラムがちょっとあるわけですけど、しかし、まあ、最近読みましたですね、正統派ユダヤ人、ね、正統派ユダヤ人というのはどっちか言ったらね、国家に対しても反対だし、ね、こういう考え方にもっと反対してるんですよ。で正統派ユダヤ人というのはディアスポラというのは離散したユダヤ人が中心ですね。で彼らはトーラー、律法が中心なんですよ、トーラー中心ね。そしてこの610人かな、ね、聖書、ね、神の言葉、そして聖書の中の戒めをですね、こう解釈して、それをきっちり生活の守るということが目標なんですよ。ほんでね、そのディアスポラの、まあ、そういう正統派ユダヤ人たちの、まあ、中心の中の人たちの、ね、本を読むとですね、このイスラ、まあ、アウシュビッツがあんながあって、まあ、イスラエル建国されてね、でこのずっと、まあ、その戦いの中にありますけども、これ果たして良かったんだろうかというね。だから基本的にディアスポラの正統派ユダヤ人からしたらシオニズムと敵対してるんですよ、敵対関係。そして、まあ、どちらかというと、まあ、こういう国土と民族ということでですね、
あの周りとこう戦争状態にあるということに対してね、このどう言いますかね、ユダヤ教の本質と相反する何かそういうものがですね、このイスラエルの中で養われていることに対してね、ものすごく危険視しているんですね。だからその本、あのトーラーの間においてというこんな分厚い本がある、ね、だからそれのまあちょっとあの要約版としてね、あの本が出てます。あの私ホームページも書いてますけどね、紹介してますけども、あそれ読んだ時にね、いや本当にですね、あのディスペンセーション的なこういう、まあ、第三神殿なんかまで教えるですね、考え方はもう一つで私たちクリスチャンのあれからもですね、まあ、やっぱりもう外れまくってるしね、正統派ユダヤ人の考え方からも外れまくってるんですよ、これはね。だからなんかこう非常に特殊な何かこうあの運動だなというね、それがまあ あたかも正しいかのようにね、こう洗練されていること自体にね、非常にまあ、あの違和感というかね、感じますね。まああのでまあイスラエルね、についてですけども、まあすでに言っておりますようにですね、この25ページの1行目ですね、パウロの最初の論点はイスラエル、つまり真の霊的イスラエル、神の民はアブラハムの肉的子孫と同一ではない、ね、この民族的イスラエルと真のイスラエル、霊的本質的イスラエルはですね違うんだとね、重なり合う部分もありますけどね、この部分が私たちの、まあ、クリスチャンとですね、霊的本質的にですね、この、 あの連続性を持ってるわけなんですよ、ね、だから置き換えられてないんですよ、ね、連続性だからね、このアブラハムの信仰、ね、ガラテヤ書で、ね、3章で、ね、教理の中心語るところでですね、ユダヤ教キリスト派の人はですね、格言を受け立法を守ることによってアブラハムの子孫となるんだと。しかしですね、パウロはですね、このそうではない、ね、イエス・キリストを通して御霊を与えられることによってアブラハムの子孫になるんだと、ね、連続性、そして一体性、ねね、この生命的な一体があるんですよ、これはアブラハムと私たちは、ね、でそこに目を留めないといけない、ね、だからこの、ね、2章で、まあ、ずっと、まあ、書いてありますけども、あるいは29ページ、ね、真ん中辺で、さて私たちは今キリスト論で見た同じ事象を終末の旅で見ている、ね、キリスト論でもですね、私たちは3つのメシア、ね、メシア予言、ね、メシア予言、ね、これのですね、聖書解釈の原則、ね、それはですね、この十字架、皆さん、で、再解釈、ね、旧約だけの流れでは理解できない。キリストを中心にして、ね、キリストの出来事というのは大体の鍵なんですよ。だから、この鍵がないとですね、この巻物はですね、解き明かせないんですよ。黙示録も書いてあるようにね。これが聖書解釈の鍵、ね、で鍵を使わずに聖書をまあ解釈したらですね、旧約を軸にして、まあ、こういう解釈になってしまう、ね、そうではなしに、ね、こちらを軸にして旧約を見たらですね、この卵の殻と生命を、ね、この一体的なものをですね、切り分けて、ね、見ることができる、ね、だから旧約の諸概念が根本的に再解釈され、ね、予見されていなかった敵を与えられた、ね、旧約では時期通りのイスラエルについて書かれている、ね、箇所、ね、がですね、このユダヤ人、異邦人も含む教会にですね、この適用されている、ね、だから旧約における意味、 OT における意味、ね、OT におけるね、文脈、OT の文脈における意味、
ね、がですね、十字架の出来事によってね、実体が登場したことによってですね、このね、このユダヤ人、ね、異邦人を含むね、この教会に適用されているね。だから旧約のですね、中ではユダヤ民族のですね、悔い改めとね、このよってですね、この民族的回復が起こり、そしてこのダビデの幕屋がね、ダビデ王国が回復されるね、そういうまあ予言がですね、この教会の成就という中にね、この中にこの実現しているんだとね、こういうまあ再解釈が行われているね。でこういうですね、人たちがね、人的ね、聖書解釈、人的聖書解釈、再解釈ね、この旧約のをですね、そのまま受け取るんじゃないね、旧約のね予言、それはですね、この予表であるね、予形であるね、影であるね、要するにキリストの御業、これを指し示すものであり、これによってもたらされるもの、ここにですね、成就の本質があるんだというね、こういう書き方になっているということですね。30ページね、このホセア書が引用されていますけどもね、ホセア書の2箇所で旧約の文脈では時期通りにイスラエルに言及されている予言、これが、ね、新約聖書によっては異邦人教会に適用されている、ね、異邦人教会に突き込んでいくことがイスラエルの予言の成就である、ね、だから旧約のだけ読んでるとですね、イスラエル民族の復興と回復と、ね、王国の実現、ね、これがですね、ユダヤ人で待ち望んだんです。しかしですね、キリストはですね、それをですね、まあ、ある面、まあ、粉砕しているというね、だからこの卵の殻はですね、打ち破られてね、そのプロセスはもう旧約の預言書の中からも帯同が始まっていますけどね。だからエレミア書ではね、古い契約が新しい契約、心の中にね、神様の御旨が示されるね、はっきりとですね、その間もなく御霊による時代が到来するということがね、この予見されてきているね。だからこの31ページの真ん中辺にありますね、ディスペンセーション主義者は霊的解釈をですね、最も危険な方法とみなしてね、要するにリベラルとの戦いの中でね、リベラルは非常に象徴的解釈に振ったんですよね、神の言葉じゃなし人間の言葉です。しかしですね、リベラルの中にもですね、全否定できない部分もあるね。だからこの非常に旧約の中のものをですね、こう倫理的に解釈する、霊的に解釈をするという点ではね、非常にまあ言ったらこう開いた部分もあるわけですよね。それに対してこう極端にまあ言ったら、それをディフェンスしようとしてですね、まあ言ったらこの旧約の文脈における意味ね、これにですね、固着したね、そして霊的解釈をですね、こう封鎖したね、そのことによって人たちがやっていることから離れたとね、これがですね、まあ歴史的な事情であるね、しかし筆者はですね、霊的解釈を採用しなければならないと思ってね、後ろから4行目30ページ、なぜなら旧約聖書において時期通りのイスラエルに言及されている約束が、新約聖書はですね、霊的教会に適用しているね。で教会でもそうですよ、これクリスチャンが必ずしもクリスチャンじゃないんですよ、ね、例えばまあカトリックなんかはいたらね、日本の檀家制みたいなもんですからね、幼児洗礼を受けて、その時期するのもみんな洗礼を受けますからね。しかし
ね、ゴッドファーザーの映画の中にも出てきますけどね、2000年間ね、この水の中に浸かってるけどもね、石をコンコンとあって、ほう、あの鳳凰の鳳凰のね、あの人がね、立ったら石の中乾いてると、キリスト教の習慣にしちゃってるけども、キリスト教のですね、本質はですね、中には一つも染み取ってないというね。だからあの同じことなんですよ。だからユダヤ人だからといって真のユダヤ人じゃないしね、クリスチャンだからといって本当の救われたクリスチャンではないというね、それはいつも同じことなんですけどね、だからその本質をですね、やっぱりこう捉えないと、まあ言ったら間違ったなんかこうナショナリズムね、だからもともとですね、この正統のユダヤ人のですね、トーラーの何を言ってっていうね、ユダヤ人は本当はですね、ずっと、まあ、理想の民として苦労してきたけどね、しかしそのところところでですね、この聖書の言葉を解釈してですね、戒めを忠実としてそれをきちっと守ってね、隣人愛に生きてきたとね、だから人から殺されても自分からは殺そうとしなかったね、だからまあアウシュビッツなんかでも子羊、ほふられる羊のようにみんな黙って連れて帰るほとんどですよね。だからこのどう言いますか、まあ、この本の中にちょっと書いてあることはね、この本を書いて書き終わった時にもね、ちょうどイスラエルでね、結婚式が行われようとしていた。そのまま言ったら我が夫婦がね、まあ、喫茶店でね、コーヒー飲んでいたと、結婚式の前に。しかしそこにパレスチナ人がね、自爆攻撃を仕掛けて、まあ、死んでしまった。でその父親がね、ちょうど、まあ、正統派ユダヤ人でね、どういうか、しかし彼はね、一つもまあいたらパレスチナ人だったら憎しみの攻撃を発しなかったというね、でこれが正統派ユダヤ人の姿だった。でユダヤ人はですね、正統派ユダヤ人の考え方としてはね、いつも何かこうどういうか、自分たちが何かそういう悲惨な目になるとね、自分たちはどこか罪を犯してるんじゃないかとかね、悔い改めに何かこう心を向けるそうなんですよ。だからそういう自爆行為があった時もね、パレスチナに批判がバーッとこうなるのは本当のねユダヤ人じゃないね、どういうかどういうかね、もう沈黙のですね、黙想の中で自分の罪を悔い改めるね、そういう姿を見せたというね、それがユダヤ人たちの間に感動を誘ったとこう書いてあるんですね。だからどういうか正統派ユダヤ人の人たちからしたらですね、キリスト教シオニズム運動とか、あるいはこのパレスチナのほとんどの残虐に殺したり国土拡張したりですよね、ああいうことはね、このユダヤ人の本当のアイデンティティをですね、破壊するものになっている、本質を変えてしまうものになっているというね、異常な危機感を持っている。だから本当はなんかもう彼らが言っているのはね、国はやがて消え去るかもしれない、しかしですね、トーラの何を言って世界に離散している本当のユダヤ人はですね、永遠に生き続ける。でユダヤ人の2000年の歴史、4000年、実はそうなんだと、ね、小さなそういう、まあ言ったら神の御心に生きる小さな光が闇を蹴散らしてきた、ね、だからこのなんていうか、そういうああいうナショナリズム、そして愛国主義っていうのはね、この、まあ、正統派ユダヤ人からしたら19世紀のですね、ヨーロッパの民族主義の、まあ言ったら派生物だと。だからどこの国も民族主義に走っても殺し合いだったんですよ。でその中でユダヤ人はですね、まあ自分の国に帰れみたいな形でキリスト教シオニズムがね、ごっつ推進されて、だから前からどういうキリスト教シオニズム最初になった人たちはどっちかだろう、前からなんつうかユダヤ人を排斥しようというね、考え方も結構いたんですよね、だからその辺をずっとこう解き明かしてましてね、なんかこう裏側を見せられるようなね、だからこのキリスト教シオニズムの人たちもね、本当にユダヤ人を僕は愛していくのかなと思うことがあるんですね。というのはですね、国を変えてエルサレムから指導して、ね、第三神殿までやったら絶対これ戦争なんですよ、イスラムの神殿を破壊しなきゃいけないからね、どういう形ですね、その時にですね、例えばイランとかの他の国が
あの減衰箱を持ってたらですね、あんな小さい箱に一発ですからね。だから結局はあのどういうか、あの急性化シオリズムにとっては神殿が回復して反起数がその上に立つことをお前から早めるというね、そういうまあ運動の側面もありますからね。だからちょっとまああの恐ろしい、まあこのこう煽り立てるね要素があるなというか、もっと何かこうね健全な聖書解釈でそういうのも克服していかないとね、本当にユダヤ人のためにもならないなというかね、そういうことですね。まあ5分間休憩しましょうね。